夏日おばさんは爺様の就寝を見届けた後、室内のチェックをしてから退出するそうだ。もちろんシャノンちゃんたちに毎日掃除をさせてるんだが、それでもおばさんは細かくチェックしているわけだ。埃が落ちてないかどうか、消耗品は切れてないかどうか。はい、大切な当主様の部屋ですから、使用人任せにせず自らでも細かくチェックしています。これは必ず行っていることです。そうです。奥様は普段からとても丁寧にチェックしています。チェックは細かく、水場の消耗品一つ一つにまで及びます。つまりよくテレビドラマで見るような窓辺のホコリだけじゃねえ。水場の洗剤の残量やトイレのトイレットペーパーの残数さえ見て、毎日でなくてもいいだろうに、マメなことさ。それが日課です。一日たりとも当主様のお部屋のチェックに気の緩みがあってはなりません。それが何だって言うんですか。もったいぶるのも大概にしてください。もったいぶるのは探偵の特権でしょ。探偵はこの私。こうして書斎にいればわかるだろうが、書斎という名で呼んではいるが、ここはもはや屋敷の中に存在するセカンドハウスと言ってもいい。寝室があり、書斎があり、水場があり、トイレも風呂もある。つまり一つの部屋じゃない、一つの家と言っていい。書斎内の構造説明感謝です。しかしそのどこかに隠れるという手はすでに破られています。隠れはしないさ。だが資格はいくらでもあるはずだ。例えば夏日おばさんがトイレットペーパーの数を調べにトイレに入っている間、夏日おばさんから書斎のほぼ全ては死角となる。つまり書斎のほぼ全域から観測者が消えたわけだ。観測者消失、金蔵が失態します。金刑、書斎内に魔女の闇が充満せしこと申し上げ奉る。よいぞ、闇の力が満ちてきた。観測者が、夏日がいなくなったからなんだと。それで爺様はようやく小うるさい夏日おばさんが姿を消したので起き上がる。どうしてこのようなイカれた夜にイカれた天気の夜空をめでることに勝る酒の魚はないわ。夏日おばさんがトイレという資格にいる以上、爺様には書斎を自由に歩き回ることが可能になる。警告、バトラが書斎扉に接近するであります。緊急、書斎扉のロック解除時には騒音が鳴り響くものなりや、夏日に不審に思われずして扉より出ることかなわぬと知りたまえ。そうよ、音よ。オートロックの解除には大きな音がするのを私たちは知っているわ。書斎内の死角に夏日がいたとしても、オートロックを解除する時のあの大きな音は聞き逃さない。不審に思わないはずがない。金刑、夏日は扉の開く音、在室中に聞くことはなかりけりこと申し上げ奉る。金刑、重ねて申し上げ奉る。扉より金蔵が出入ること叶わぬものなり。金刑、無駄なあがきと申し上げ奉る。意図愚かなり。確かに破れねえな。
扉の姉ちゃんの赤だが、窓のあんたはどうだ。しっかり張れよ、結界とやら。お前ぶっ飛ぶぞ。陣形、慎んで申し上げる。バトラの標的はあなた、コーネリー。注意申し上げる者なりや。意図愚かなる神、この愚かなる子羊を憐れみたまえ。羊じゃねえ、後ろ見分け投手ってのはな、わしなんだぞ。片翼でもな、その程度の窓で書斎にいつまでも閉じ込めておけると思うんじゃねえぜ。破れる道理はなし。そなたの望み叶うことなしと知りたまえ。無駄と申し上げ立てまつる後ろ宮バトラ金剣。我が窓は内より閉ざされ、また夏日が金蔵を逃したることもなし。夏日おばさんがじい様を逃がしたんじゃねえ。じいさん、夏日おばさんに隠れて自ら抜け出したとしたら、どうして窓から自分で出るんですか。金蔵がこのイカれた晩に雨天へ飛び出すくらい、このイカれた晩に雨天へ飛び出すくらい。でもここ3階ですよ。ありえません。そなたとて階段を降りるとき1段くらい飛ばすこともあるであろう。金蔵なら3階くらいはやりかねませんな。やりかねませんね。そんなバカな。コーネリア様、防げません。退避を。コーネリア、結界を張り直すのです。御意、上司ドラノール。ここを破ること断じて叶わぬと知りたまえ。金剣、慎んで申し上げ立てまつる。なれば金蔵の窓よりの脱出を仮に認めようぞ。ならば外より閉められぬ窓の施錠はいかようにしたのか。窓は内側より施錠されていた。ダメだな。ああ、全然ダメだ。じい様が窓より飛び出した後、夏日おばさんはちょっとした隙間風に気づいただろう。そして窓辺に近づき、窓が開きっぱなしになっていたことに気づき、慌てて閉めて施錠した。私がまさか窓から抜け出したなど夏希は想像もできなかったろうな。ああ、だから夏希おばさん、爺様はベッドで寝ていると思ったろう。
当然のことなんだ。見事です。たとえあなたが中庭に落ち生きようが死のうが、金蔵に密室が打ち破れたことに変わりはない。命を捨てて飛んだあなたこそ殉教者。よくぞ我らの密室結界を打ち破ってみせました。あっぱれです。後ろ宮バトラー。されど我こそは首席異端審問官ドラノル・エノックス。ミスミスと逃すことはできません。最後に我が太刀にあなたと交える栄誉を与えたまえ。ああ、歓迎してやら。このゲーム案外甘くないぜ。書斎内に夏日の資格が存在することがあらかじめ示されましたか。示されていないならばこの推理は許されません。ノックス第8条、提示されない手がかりでの解決を禁ず。書斎に入ったら
その構造についてはっきりと研究してるぞ。お前に下ぜ、お嬢さん。あなたのこの答えはノックス第8条に抵触しません。恨むなよ、クライナー。いざ来たり。その窓が俺たちの出口の扉だ。だから飛べ。お前は密室に閉じ込められてるような魔女じゃないだろうが。心臓も。行け。バトラが答えを見せた時点でわしの魂はすでにこの密室を逃れておる。消したたい魔女を撃って撃ち殺して。照準定職せず発砲不可。緊急。